品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報、令和3年12月21日、第2230号をお届けいたします。皆様こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。それでは今回の内容をご案内してまいります。1番、品川区この1年。2番、新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ。3番、品川情報プラザお知らせ。4番、お知らせ。5番、区の財政状況についてお知らせします。6番、健康ガイド。7番、応急診療所のご案内。8番、年末年始の区の窓口施設案内。9番、品川情報プラザ講座催し。10番、リサイクルゴミコーナー。11番、エンジョイスポーツ。以上の順にお伝えしてまいります。なお、これからご案内する記事の中でお問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは次のところまでどうぞ。郵便番号 140-8715 広町 2-1-36 第2庁舎6階文化観光課文化振興係、電話 5742-6836 番、障害学習係、電話 5742-6837 番、ファックス番号は共通で5742-6893 番です。スポーツ推進課、地域スポーツ推進係、電話 5742-6838 番、ファックス 5742-6585 番。品川区スポーツ協会総合体育館、郵便番号 141-0022、 東五反田 2-11-2、 電話 3449-4400 番、ファックス 3449-4401 番。受付時間午前9時から午後7時、土曜日曜祝日は午後5時までです。戸越体育館、郵便番号 142-0042、 豊町 2-1-17、 電話 3781-6600 番、ファックス 3781-6699 番。以上です。催しなどで費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方、詳しくは各担当までお尋ねください。内容についてのお問い合わせは電話代表で 3777-1111 番までどうぞ。また区のホームページをご利用ください。アドレスは https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。なお、声の広報の記事の中でホームページアドレスをお伝えする際、冒頭の http://あるいは https://は省略していますのでご了承ください。それではおしまいまでどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは品川区この1年をお伝えします。区民と区との共同で輝く笑顔、住み続けたい町品川を目指した町づくり。1月から3月、令和3年成人式記念式典オンライン開催、飲食店医療従事者応援プロジェクトスタート、品川区保健所が警視総監感謝状を拝受、品川区民公園南側ゾーン完成、城南小学校新校舎、城南幼稚園新園舎落成式、品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター開設、武蔵小山創業支援センター1階リニューアルオープン、後ろ寺小学校新校舎落成式。4月から6月、品川区スポーツ推進計画策定、南豊児童センター南豊保育園リニューアルオープン、生理用品を配布、優しさを形にプロジェクト始動、和品川地域応援プロジェクト2021、みんなで一緒に乗り越えよう、区民活動の広報支援開始、区内集団接種会場でのワクチン接種等開始、天王洲でブラインドサッカー国際大会、
3点 IBSA ブラインドサッカーワールドグランプリ2021 in 品川初の無観客開催。戸越公園駅周辺まちづくりビジョン駅前広場計画編策定。第8期品川区介護保険事業計画策定。東京2020大会聖火リレートーチが区内で限定展示。品川区立図書館電子図書館音楽データベース利用開始。7月から9月、区役所一部窓口でキャッシュレス決済サービスを導入。品川区手話言語条例制定。第6期品川区障害福祉計画。第2期品川区障害児福祉計画策定。東京2020オリンピック聖火リレー点火セレモニーを品川中央公園で開催。荏原第一地域センター移転。地域センターで初めて日曜開庁、火曜延長窓口開始。戸籍住民化、地域センターでワクチンパスポート交付開始。ホッケー日本代表選手団が区へ感謝の訪問。コロンビア共和国パラパワーリフティングボッチャ両選手団が区で事前キャンプ。東京2020パラリンピック聖火リレーのため品川の火を都内集火式へ持ち込み、その後全国集火式を経てパラリンピック聖火に。ブラインドサッカー日本代表選手らが区長表敬訪問。10月から12月、品川区青年貢献制度利用促進基本計画策定。品川歴史館特別展変わりゆく品川の風景開催。優しい日本語と英語で在住外国人向け情報の LINE 配信を開始。品川水族館30周年記念セレモニー開催。補助第26号線双葉1丁目から豊町2丁目間開通。光の水辺プロジェクト区内橋梁のライトアップ再開。ブラインドサッカー日本選手権開催。区立学校で品川グローバルデー開催。品川区新庁舎整備基本構想基本計画策定委員会から品川区新庁舎整備基本構想を区長へ答申。障害者作品展開催。人権週間講演会開催。区内一斉防災訓練実施。品川区この1年をお伝えいたしました。次は新型コロナウイルス感染症関連のお知らせです。最新の情報は区ホームページをご覧ください。随時新しい情報に更新しています。品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関するさまざまな相談をお受けします。電話番号は 03-6633-2433 番、ファックス番号 03-6684-4845 番。受付時間午前9時から午後5時、火曜日は午後7時まで。なお英語中国語も対応です。1月4日火曜日より受付時間を午前9時から午後7時に拡大します。年末年始12月29日水曜日から1月3日月曜日を除き、土曜日曜祝日を含む毎日開設です。電話番号のかけ間違いが多くなっています。番号をよくご確認の上おかけください。ファックスは言語聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方のご利用はご遠慮ください。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内。ワクチン接種後の感染について。ワクチンは 100% 発症予防効果が得られるわけではありません。そのためワクチン接種後も感染対策の実施を継続してください。変異株オミクロン株について。オミクロン株はウイルスに変異箇所が多く見られ、高い感染力やワクチン効果減弱などの可能性が指摘されています。これまで同様、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。オミクロン株に関する不安や相談は東京都電話相談窓口ナビダイヤル 0570-550-571 番で受け付けています。早期受診の必要性について。新型コロナウイルス感染症は重症化防止のためにも早期発見が非常に重要です。
少しでも体調の変化を感じたら早めの受診をお願いします。発熱などの症状がある方でかかりつけ医がいる方、日頃受診されている医療機関に電話でご相談ください。発熱などの症状がない場合も、不安な症状がある方は日頃受診されている医療機関にご相談ください。かかりつけ医がいない方は、症状に応じて地域の身近な医療機関をご案内します。年末年始実施、東京都発熱相談センター、電話 5320-4592 番。受付時間は土曜、日曜、祝日を含む毎日24時間、12言語に対応です。症状に適したかかりつけ医となる医師を紹介します。品川区医師会かかりつけ医紹介窓口、電話 3450-6676 番。それと荏原医師会かかりつけ医紹介窓口、電話 5749-3088 番。いずれも受付時間は午前9時から午後5時、ただし土曜、日曜、祝日、12月29日から1月4日までを除きます。発熱などの症状がない方、新型コロナウイルスに関する感染の予防、感染不安などの相談に対応します。品川区電話相談窓口、電話 5742-9108 番。受付時間は祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時です。年末年始実施、東京都電話相談窓口、ナビダイヤル 0570-550-571 番、ファックスは 5388-1396 番。受付時間は午前9時から午後10時、土曜、日曜、祝日も実施です。12言語に対応。厚生労働省の電話相談窓口、フリーダイヤルで 0120-565653 番、ファックスは 3595-2756 番。受付時間は午前9時から午後9時、土曜、日曜、祝日も実施です。お問い合わせは保健予防課感染症対策係、電話 5742-9153 番、ファックス 5742-9158 番へどうぞ。新型コロナウイルス感染症関連のお知らせでした。続いて品川情報プラザお知らせです。1月の区議会、委員会名と日程です。なおいずれも時間は午後1時からとなります。総務、区民、厚生、建設、文教委員会、17日月曜日。行財政改革特別委員会、18日火曜日。災害環境対策特別委員会、19日水曜日。議会運営委員会、20日木曜日。以上です。お問い合わせは区議会事務局、電話 5742-6809 番、ファックス 5742-6895 番です。生活困窮者自立支援金の受付期間延長再支給制度のお知らせ。社会福祉協議会が実施する総合支援資金の特例貸付の新たな利用ができない世帯などで、一定の要件を満たす場合に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。この度申請受付期間が4年3月末まで延長されたほか、受給終了後に所定の要件を満たす世帯を対象に3ヶ月分の再支給の制度が新設されました。再支給対象世帯には申請書類をお送りする予定です。詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お申し込みは3月31日木曜日消印有効で、必要書類を郵便番号 140-8715 品川区役所生活福祉課自立支援金担当、こちらへ郵送してください。なお必要書類は区ホームページからダウンロードできます。ダウンロードできない方はお問い合わせください。お問い合わせ先、生活福祉課生活困窮者自立支援金担当、電話 050-3155-3855 番、ファックス 5742-6798 番。祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時です。親元近居支援事業3世代スマイルポイント、
府内に住む親と近居または同居することになった中学生以下の子どもがいるファミリー世帯に対し、転入・転居にかかった費用の一部を3世代スマイルポイントとして交付します。上限10万から15万ポイント、区内共通商品券などと交換。第3期募集締め切りは1月31日月曜日です。なお9月に転入・転居した世帯の受付は12月28日火曜日で終了。予定件数を上回った場合は抽選です。詳しくは本庁舎6階住宅課で配布する募集案内や区のホームページをご覧ください。お問い合わせは住宅課電話 5742-6776 番、ファックス 5742-6963 番です。おもちゃの病院と消費生活相談は1月8日土曜日お休みします。お問い合わせは消費者センター電話 6421-6136 番、ファックス 6421-6132 番です。第172回品川区都市計画審議会の開催、日程は1月13日木曜日午後2時から。場所は第二庁舎4階区役所災害対策本部室です。審議案件、東京都市計画地区計画の決定、武蔵小山にぎわい軸地区都が決定する案件、東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定、小山三丁目第一地区区が決定する案件、東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定、小山三丁目第二地区区が決定する案件、東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更、小山三丁目地内区が決定する案件、東京都市計画特定防災街区整備地区の変更、東中延1丁目11番地区区が決定する案件、東京都市計画防災街区整備事業の決定、東中延1丁目11番地区区が決定する案件、東京都市計画地区計画の決定、東中延1・2丁目中延2・3丁目地区区が決定する案件、東京都市計画高度地区の変更、小山3丁目中延2丁目中延3丁目各地内区が決定する案件。傍聴人数は10人先着。傍聴方法は当日午前8時半から午後1時半に本庁舎6階都市計画課で傍聴券を交付します。お問い合わせもこちら都市計画課電話 5742-6760 番、ファックス 5742-6889 番へどうぞ。空き家相談会を開催します。相続についてのアドバイスや活用方法、相続登記の手順説明など問題解決のための具体的な方法を提案します。1月22日土曜日午後2時から4時、場所は大井町駅前のキュリアン、対象は空き家所有者予定者を含むなど8人程度、先着順です。お申し込みは午前10時から午後7時に電話で空き家活用推進協会 6802-5033 番へどうぞ。なお年末年始を除きます。お問い合わせ住宅課電話 5742-6777 番、ファックス 5742-6963 番です。第3回品川区地域公共交通会議、12月27日月曜日午前10時から。場所は第2庁舎4階区役所災害対策本部室。議題、コミュニティバス試行運行路線の運行計画案について。傍聴人数は先着順で10人。傍聴方法は当日午前8時半から9時半に本庁舎6階都市計画課へお願いいたします。こちらで傍聴券を交付します。なおお問い合わせも都市計画課電話 5742-6760 番、ファックス 5742-6889 番へどうぞ。以上、品川情報プラザお知らせでした。変わってお知らせです。たこ揚げ羽根付きを使用、
12月29日水曜日から1月3日月曜日午前9時から午後4時。なお、タコや羽、羽子板はお持ちください。場所と問い合わせ先です。葛島 3-2 品川区民公園、電話 3762-0655 番、ファックス 3767-8258 番。東大井 1-4 サメズ運動公園、電話 5462-8160 番、ファックス 6433-0167 番です。品川水族館のイベント、トンネル水槽にサンタダイバーが登場します。サンタクロースの格好をしたダイバーがクリスマス装飾を施したトンネル水槽にやってきます。日程は12月24日金曜日の午後1時、午後3時、12月25日土曜日の午後1時、午後4時、各回およそ10分です。品水の深海生物展、海の底からこんにちは、駿河湾の珍しい深海生物に会いに来ませんか。昨年好評だった深海生物標本にタッチするイベントも同時開催します。定員制500円、詳しくはホームページをご覧ください。期間は12月26日日曜日から2月28日月曜日までです。いずれも入館料は1350円、小中学生600円、幼児4歳以上300円、65歳以上1200円です。なお、区内在住在勤在学の方は各自住所など確認できるものの提示で800円、小中学生は400円、4歳以上の幼児は200円、65歳以上は700円の料金になります。守るっちの提示でも結構です。開館時間は午前10時から午後5時、入館は閉館30分前まで、休館日は火曜日と1月1日祝日、なお12月28日火曜日と1月4日火曜日は営業です。お問い合わせは葛島 3-2-1 品川区民公園内品川水族館、電話 3762-3433 番、ファックス 3762-3436 番。ホームページアドレスは https://www.aquarium.gr.jp/ です。次は親子で楽しく防災体験をしよう。日程と内容です。1月23日日曜日、無線機で福笑い&携帯トイレを使って芳香剤を作ろう。1月30日日曜日、防災 VR バーチャルリアリティを体験しよう。いずれも時間は午前10時半から11時半。対象定員です。小学生までのお子さんと保護者各日20人抽選。なお、参加したお子さんに防災啓発品をプレゼントします。会場並びに申し込み方法、1月7日金曜日午後5時までに電話で、第二庁舎2階品川防災体験館、電話 5742-9098 番へお願いします。体験館窓口、区ホームページの電子申請でも受け付けます。お問い合わせは防災課啓発支援係、電話 5742-6696 番、ファックス 3777-1181 番です。環境講演会、外来生物イコール悪い生き物、身近な生き物と生態系の話。生物ハンターとしてメディアで大活躍中の加藤先生にお話しいただきます。2月26日土曜日午後2時から3時半、会場は午後1時半。なお、環境表彰式を同時開催します。会場はエバラ 4-5-28 スクエアエバラ平塚ホール。講師は生物学者の加藤秀明氏。定員は160人、抽選指定席です。なお、手話通訳があります。託児は1歳から就学前のお子さん、抽選となります。なお、親子室があります。1歳未満のお子さんと保護者、抽選です。申し込み方法、問い合わせ先、1月28日金曜日消印有効で、はがきかファックスに環境講演会として、申し込み者全員の住所、氏名、年齢、電話番号、託児親子室希望の方はお子さんの氏名、年齢、車椅子でご来場の方はその旨を、郵便番号 140-8715 品川区役所環境課、電話 5742-6755 番、ファックス 5742-6853 番へお願いいたします。なお、区ホームページから電子申請することもできます。
以上、お知らせでした。次は区の財政状況についてお知らせしますをお伝えします。区では品川区財政状況の公表に関する条例に基づき年2回区の財政状況についてお知らせしています。今回は令和2年度の決算のあらまし、財政健全化判断比率、令和3年度上半期の財政状況についてお知らせします。区ホームページでも公表しています。2年度決算のあらまし、地方財政状況調査以下決算統計に基づき2年度決算のあらましをお知らせします。決算統計は全国の自治体で統一的な財政状況の把握や分析をするために、各自治体の決算状況を同じ基準に基づいて集計したものです。決算統計の会計は普通会計と公営事業会計に分かれています。普通会計、歳入2395億6527万円、その内訳は国と支出金851億2564万円、 35.5%、 特別区税529億9615万円、 22.1%、 東日本大震災からの復旧・復興のための臨時的措置として改定された特別区民税均等割増額分1億2338万円は、平成23から27年度までの防災・減災対策経費に充当しました。特別区財政調整交付金396億7478万円、 16.6%、 繰入金299億7993万円、 12.5%、 地方消費税交付金103億232万円、 4.3%、 社会保障税一体改革による地方消費税増収分48億4629万円は、子ども・子育て支援や高齢者福祉の充実など社会保障費に充当しました。諸収入51億2641万円、 2.1%、 繰越資金51億1272万円、 2.1%、 使用料・手数料45億9239万円、 1.9%、 特別区債7億9000万円、 0.3%、 その他58億6493万円、 2.4%、 歳出2359億329万円、その内訳は総務費、品川活力応援給付金、特別定額給付金、戸籍事務、地域センター維持管理など769億1557万円、 32.6%、 民生費、子ども・高齢者や障害者の福祉・生活保護など862億2902万円、 36.6%、 衛生費、ごみ処理・予防接種など145億3379万円、 6.2%、 労働費、勤労者福祉施設運営など3億8083万円、 0.2%、 商工費、商工業振興・消費者対策など42億5034万円、 1.8%、 土木費、道路・公園整備など192億7812万円、 8.2%、 消防費、防災・水防など19億5597万円、 0.8%、 教育費、小中学校・図書館の維持運営など302億9576万円、 12.8%、 交際費、借入金の償還12億5200万円、 0.5%、 議会費、議会運営など8億1189万円、 0.3%。 なお、歳入・歳出ともにお伝えしている構成比率はそれぞれ小数点第2位で四捨五入しているため、合計は 100.0% とならない場合があります。歳出総額を人件費や物件費などの性質別に分類すると次のようになります。 A. 義務的経費、
705億6904万円、構成費 29.9%。 内訳は人件費249億2062万円、構成費 10.6%、 職員の給与、退職金、議員の報酬など。扶助費443億9642万円、構成費 18.8%。 生活保護費、高齢者や障害者への手当、医療費助成など。交際費12億5200万円、構成費 0.5%。 負債の償還金。 B 投資的経費336億9415万円、構成費 14.3%。 道路、公園、施設の整備や用地取得など。 C 消費的経費1316億4010万円、構成費 55.8%。 内訳は物件費343億1222万円、構成費 14.5%、 物品購入、業務委託など。補助費等676億3215万円、構成費 28.7%、 各種助成金や負担金など。積立金150億6392万円、構成費 6.4%、 基金としての資金積立、繰出金128億9057万円、構成費 5.5%、 国民健康保険、介護保険など特別会計を支える経費、その他17億4124万円、構成費 0.7%、 施設の維持補修費など。合計 A たす B たす C イコール2359億329万円。以上です。令和2年度決算に見る財政の状況。区はこれまで培ってきた財政力と健全財政のもと、効率的な行財政運営に努め、区の独自性を発揮した新規事業に積極的に取り組んでいます。令和2年度決算の財政状況を示す指標は次の通りで、引き続き財政の健全性を堅持しています。指標、品川区、23区平均をお伝えします。経常収支比率、財政の硬直化の度合いを示す指標で、おおむね 70% から 80% が望ましいとされています。品川区 77.8%、23区平均 81.9%。人件費比率、歳出・支出に占める人件費の割合です。品川区 10.6%、 23区平均 12.6%。 基金・積立金現在高、区の貯金にあたるもので、健全な財政運営を確保するために積み立てています。品川区822億円、定額運用基金3億円を除きます。23区平均918億円、地方債現在高、区の借入金で、現在の区民の方だけでなく、将来の区民の方にも負担していただくものです。品川区106億円、23区平均205億円。以上です。公営事業会計、普通会計以外に次の会計を区分しています。歳入と歳出です。国民健康保険事業会計、歳入356億3382万円、歳出347億1199万円。後期高齢者医療事業会計、歳入56億796万円、歳出55億2178万円。介護保険事業、保険事業、歳入257億2363万円、歳出252億8304万円。介護保険事業、介護サービス、歳入3億476万円、歳出3億476万円。公営企業会計、介護サービス、歳入12億7598万円、歳出12億7598万円。以上です。財政健全化判断比率、平成19年6月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、以下、健全化法というが制定されました。健全化法は、
自治体の財政に影響を与えるすべての会計などを対象に、健全化に関する4つの比率の公表の制度を設け、その比率に応じて健全化を図るための計画を策定する制度を定めています。2年度決算に基づく品川区の健全化判断比率は、いずれの比率も早期健全化基準値を下回っています。実質赤字比率、一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。2年度の実質収支は35億548万5000円、3.43% の黒字により、バー表示となります。連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。2年度の連結実質収支は、49億5060万円、4.85% の黒字により、バー表示となります。実質公債費比率、借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したもので、3カ年平均で算出します。算定の結果、早期健全化基準の 25.0% を大きく下回るマイナス 4.5% となりました。将来負担比率、一般会計などが将来負担すべき実質的な負債を把握するための比率です。2年度は、将来負担額に対し充当可能財源が上回る結果となり、将来負担比率はバー表示となります。2年度に実施した主な事業、財政の運営方針など、2年度は猛威を振るう新型コロナウイルス感染症について、感染拡大防止と地域経済の回復にスピード感を持って取り組みました。また、10年後の将来像を具現化する長期基本計画に基づき、4つの視点から新たな課題に果敢にチャレンジしました。新型コロナウイルス感染症対策を主とした緊急的に取り組んだ施策。1、感染症拡大防止対策。医療提供体制確保。1、電話相談センター経費1億2758万4000円。2、PCR 検査センター経費1億7451万5000円。3、感染症患者の医療費負担、移送等の実施。1億9278万2000円。2、区民生活、区民経済の安定に向けた支援。1、品川活力応援給付金、133億9154万9000円。2、特別定額給付金、407億323万円。3、子育て世帯等臨時特別給付金、6億3832万円。3、地域経済活性化、災害対策など。1、中小企業事業資金融資斡旋、13億1916万9000円。2、30% プレミアム付き共通商品券事業、3億3832万4000円。3、中小企業事業者テレワーク導入経費等助成、1億1532万1000円。4、中小企業事業者新型コロナウイルス感染症対応特別助成、2億3306万4000円。5、避難所生活環境改善経費、8475万円。なお、主要な施策をお伝えしています。長期基本計画に基づき取り組んだ主な施策、超長寿社会に対応する視点、受動喫煙の対策推進、指定喫煙所の再整備、インフルエンザ予防接種助成の拡大、障害者グループホーム整備促進など、多文化多様な生き方を尊重する視点、地域住民と外国人との交流促進に向けた番組作成、性的マイノリティへの理解促進に向けた交流の場設置、不登校や引きこもりなど子ども若者の居場所づくりの推進、障害者スポーツの普及推進、義務教育学校の特別支援学級整備など、強靭で魅力ある街を未来につなぐ視点、避難所の電源確保のための長時間稼働発電機の配備、避難所生活改善に向けたパーテーション資材や簡易ベッドの導入、避難行動要支援者への支援充実、
防災タブレットのリニューアル、アプリなどを活用した防災情報発信の拡充、ドローンの本格導入、不燃化10年プロジェクトによる除却助成など、先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点、区立小中学校全児童生徒への学習用タブレット端末貸与、AI を活用した教材の導入、コミュニケーションロボットを活用したプログラミング教育の実施、スマートフォンを利用した税・国民健康保険料の収納サービスの拡充、住民票の写しなどの手数料について、交通系 IC カードの利用開始など。お問い合わせは財政課、電話 5742-6610 番、ファックス 5742-6870 番へどうぞ。2年度の財政状況を表す4つの表を公表します。区では、行政経営などに活用するため、企業会計手法を取り入れた新公会計制度を導入しています。ここでは、一般会計における財務4表を紹介します。詳しくは、よくわかる品川区財務諸表をご覧ください。一般会計、特別会計の財務諸表と合わせて、区のホームページからご覧いただけます。1、貸借対照表。3年3月31日時点の資産と負債の状況を表す指標です。負債は未来に対する負担を、賞味財産は現在と過去に対する負担を表しています。科目と金額です。まず資産の部。流動資産170億1000万円。固定資産2兆2838億6600万円。資産の部合計2兆3008億7600万円。負債の部、流動負債22億7600万円。固定負債219億8100万円。負債の部合計242億5600万円。賞味財産の部、賞味財産2兆2766億2000万円。うち、当期賞味財産増減額マイナス2億9600万円。賞味財産の部合計2兆2766億2000万円。負債及び賞味財産の部合計2兆308億7600万円。区民1人当たり資産567万円。負債6万円、賞味財産561万円です。2、行政コスト計算書。2年4月1日から3年3月31日の期間の行政運営に伴う費用と、その財源としての収入を表した表で、区の収支を明らかにするものです。科目と金額です。通常収支の部、収支差額、マイナス5億6500万円。行政収支の部、収支差額、マイナス5億2000万円。金融収支の部、収支差額、マイナス4400万円。特別収支の部、収支差額、3億4800万円。当期収支差額、マイナス2億1700万円。3、キャッシュフロー計算書。2年4月1日から3年3月31日の期間における、3つの活動分野ごとの現金収支を表示した表で、どのような要因で現金が増減したのかを明らかにするものです。科目と金額です。1、行政サービス活動収支差額、40億1900万円。2、社会資本整備等投資活動収支差額、マイナス51億5800万円。3、財務活動収支差額、マイナス3億1200万円。収支差額合計マイナス14億5100万円。前年度からの繰越金51億1300万円。形式収支36億6200万円。4、賞味財産変動計算書。貸借対照表の資産と負債の差額である賞味財産の2年4月1日から3年3月31日の期間における増減を明らかにするものです。賞味財産、前期末残高、合計2兆2769億1600万円。当期変動額、
合計マイナス2億9600万円。当期末残高、合計2兆2766億2000万円。4つの表から見た品川区の財政状況。貸借対照表では、賞味財産が負債を大きく上回っており、将来世代の負担が少ないことがわかります。行政コスト計算書では、行政費用が行政収入を上回っており、特に扶助費や補助費などに経費を充てたことがわかります。キャッシュフロー計算書では、行政サービス活動収支の黒字を社会資本整備の財源に回せていることがわかります。以上のことから、2年度の区の財政状況については、引き続き健全財政を維持していることがわかります。なお、お伝えしている数値は100万円未満を四捨五入しているため、合計金額が一致しないことがあります。詳しくは会計管理室会計管理係、電話 5742-6804 番、ファックス 5742-6888 番へお問い合わせください。次は、3年度上半期の財政状況、3年4月1日から9月30日。一般会計、皆様から納めていただいた特別区税を主な財源として、公園や道路の整備をはじめ、学校・社会福祉施設の運営、生活保護、保健衛生など、区行政の大部分を経理する会計です。歳入、特別区税、地方消費税交付金、特別区交付金、区と支出金、繰入れ金、その他。これらの予算減額の合計、1853億4411万6000円。そして、これらの収入済み額の合計は、725億3820万2000円。歳入の予算減額の合計と収入済み額の合計の収入率は 39.1% です。歳出、民生費、教育費、土木費、総務費、その他。予算減額、合計1853億4411万6000円。これらの支出済み額、合計667億2477万6000円。歳出の予算減額の合計と支出済み額の合計の支出率は 36.0% です。特別会計、特定事業を行うにあたって一般会計の歳入歳出と切り離して経理を明確にする必要がある場合に設けています。会計、予算減額、収入済み額、支出済み額をお伝えします。国民健康保険事業会計、予算減額、349億5808万6千円、収入済み額、158億9529万2千円、支出済み額、132億4212万1千円。後期高齢者医療特別会計、予算減額、89億5611万9千円、収入済み額、38億9150万7千円、支出済み額、29億3225万1千円、介護保険特別会計、予算減額、268億3790万9千円、収入済み額、124億5324万1千円、支出済み額、108億308万8千円、災害復旧特別会計、予算減額、15億円、収入済み額、0円、支出済み額、0円、以上です。国民健康保険事業会計、およそ5万2千世帯、7万人の方が加入する国民健康保険関係の経理を行っています。後期高齢者医療特別会計、65歳以上で一定の障害のある方を含む75歳以上の方の医療を経理する会計で、現在被保険者の方はおよそ4万1000人です。介護保険特別会計、介護保険を経理する会計で、現在65歳以上の被保険者の方はおよそ8万3000人です。災害復旧特別会計、災害時における救助、災害の復旧及び災害からの復興を円滑に行い、その経理状況を明確にするため、平成29年度に設置した会計です。区民の税負担の状況、3年9月30日現在。
区民の皆さんから納めていただく特別区税は、歳入予算の 26.6% を占めています。この予算額を人口で割ると12万2015円、世帯数で割ると21万6992円となります。それでは区分、3年度、2年度増減、対前年伸び率の順にお伝えします。特別区税予算額、3年度、493億9140万円、2年度512億1970万円増減マイナス18億2830万円対前年伸び率マイナス 3.6%。 1人当たりの負担額、3年度12万2015円、2年度12万5684円増減マイナス3669円対前年伸び率はマイナス 2.9%。一世帯あたりの負担額、3年度21万6992円、2年度22万3621円、増減、マイナス6629円、対前年伸び率、マイナス 3.0%。人口、3年度40万4798人、2年度40万7529人、増減、マイナス2731人。対前年伸び率マイナス 0.7%。 世帯、3年度22万7619世帯、2年度22万9047世帯増減マイナス1428世帯対前年伸び率マイナス 0.6%。 以上です。なお、人口世帯数は各年度10月1日現在の住民基本台帳によります。区有財産の保有状況、3年9月30日現在の区の保有している財産、区民1人当たりの保有額は251万6985円で、2年度下半期、3年3月31日現在よりも8035円増となっています。土地126万 568.93 平方メートル、7240億 5310万 1000 円、建物83万 2698.13 平方メートル、1844億 1649 万 1000 円、地上権 6653.65 平方メートル、12億 9959 万円、工作物、流木、浮桟橋、86億 7629 万 8000 円、有価証券、債券など、61億 3457 万 3000 円、物品、105億 1,843 万 3,000 円、基金、837億 7,197 万 2,000 円、計、1兆188億 7,045 万 8,000 円、以上です。なお、品川区、公有財産表によります。地方債、特別区債の状況、3年9月30日現在の特別区債の残高、特別区債は公園や道路、学校施設などの整備で特に多額の資金を必要とする場合に、政府や銀行などから長期にわたり返済する資金を借り入れ、事業資金を調達するものです。3年度上半期は5億2700万7000円の元金を償還しました。3年3月31日現在、106億3438万6000円。3年9月30日現在、101億737万9000円、差し引き増減、マイナス5億2700万7000円、以上です。一時借入金の現在高、0円。一時借入金は、支払い資金が不足した場合に、その不足を補うために、一時的に銀行などから借り入れる資金です。3年9月30日現在、借入残高はありません。お問い合わせは、財政課。電話5742-6610番、ファックス5742-6870番へどうぞ。以上、区の財政状況についてお知らせしますをお伝えしました。健康ガイドをお届けします。まずお問い合わせ先です。品川保健センターは郵便番号 140-0001、北品川 3-11-22、 電話 3474-2225 番、
ファックスは 3474-2034 番。大井保健センターは郵便番号 140-0014、 大井 2-27-20、 電話 3772-2666 番。ファックスは 3772-2570 番。エバラ保健センターは郵便番号 142-0063、 エバラ 2-9-6、 電話 3788-7016 番。ファックスは 3788-7900 番です。では内容をご案内してまいります。引きこもりホットタイムリボーンの会家族懇談会、こちら予約制です。1月15日土曜日午後1時半から4時まで。対象は不登校、引きこもりなどの生きづらさを抱えた本人、家族、関係者、テーマに関心のある方、定員は20名です。お申し込みは当日までに電話で大井 1-14-1 社会福祉協議会までお願いします。電話番号は 5718-1273 番。ファックスは 5718-0015 番です。会場お問い合わせもこちらになります。難病リハビリ教室グループリハビリです。1月20日木曜日午後1時半から3時半まで。講師は理学療法士の伊藤重忠氏。対象はパーキンソン病、脊髄小脳変性症などの神経難病の方と家族、定員は30名です。持ち物はタオルと飲み物です。お申し込みは電話でエバラ保健センターへどうぞ。電話番号は 3788-7016 番です。会場お申し込みもこちらになります。精神保険家族勉強会1月12日水曜日午後1時半から3時。内容は講演会で親亡き後今からできること。対象は精神障害者の家族と関係者、定員は15名です。お申し込みは電話でエバラ保健センターへどうぞ。電話番号は 3788-7016 番です。会場申し込み先もこちらになります。がんの夜間相談窓口毎月開催しています。1月は21日金曜日午後6時から8時。場所お申し込み江東区豊洲 6-4-18 マギーズ東京、こちらへどうぞ。電話番号は 3520-9913 番です。お問い合わせは健康課保健衛生係へどうぞ。電話は 5742-6743 番。ファックスは 5742-6883 番です。引きこもり学習会親子のコミュニケーション、予約制です。1月7日金曜日午後6時半から8時。講師はパルレ代表理事の熊谷恵美氏です。対象は不登校、引きこもりなどの生きづらさを抱えた本人、家族、関係者、テーマに関心のある方、定員は20名です。お申し込みは当日までに電話で大井 1-14-1 社会福祉協議会へどうぞ。電話番号は 5718-1273 番。ファックスは 5718-0015 番です。会場そしてお問い合わせもこちらへどうぞ。思春期家族教室予約制です。不登校や引きこもりなどの対応について学び合います。心理師が助言します。1月24日月曜日午後2時から4時。講師は臨床心理士の袖本玲子氏。こちらお申し込み電話で品川保健センターへどうぞ。電話番号は 3474-2904 番です。会場そしてお問い合わせもこちらになります。声楽家による難病音楽療法教室1月17日月曜日午後1時半から3時まで。対象はパーキンソン病、その他の神経難病患者と家族、定員は20名です。お申し込みは電話で品川保健センターへどうぞ。電話番号は 3474-2904 番です。
会場、そしてお問い合わせもこちらになります。無料の国保基本検診1月31日までです。検診の受診期限が近づいています。検診を受けて生活習慣を見直しましょう。お問い合わせは国保医療年金課保険指導係、電話 5742-6902 番、ファックスは 5742-6876 番です。食に関する相談、1月17日月曜日午後1時から4時まで。会場は小山 3-23-5 武蔵小山商店街パルム会館。乳がん自己触診の体験もできます。そして1月24日月曜日正午から午後3時、会場は区役所第二庁舎3階ロビーです。なお塩分測定をご希望の方は味噌汁など汁物をお持ちください。粗品のプレゼントがあります。運営は品川栄養士会。当日直接会場へお越しください。お問い合わせは健康課健康づくり係、電話は 5742-6746 番、ファックスは 5742-6883 番です。次は1月の保健センター心の健康専門医相談のご案内です。予約制です。精神保健相談、心の病気など、品川保健センターは7日金曜日、大井保健センターは12日水曜日、荏原保健センターは21日金曜日です。うつ病安心相談、品川保健センターは28日金曜日、大井保健センターは12日水曜日、荏原保健センターは26日水曜日です。高齢期の心の相談、品川保健センターは21日金曜日、大井保健センターは4日火曜日、荏原保健センターは6日木曜日です。児童思春期の心の相談、品川保健センターは5日水曜日、大井保健センターは20日木曜日、荏原保健センターは19日水曜日です。お問い合わせは各保健センターへどうぞ。以上、健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日の夜間診療時間は祝日休日を除きます、月曜日から金曜日の午後8時から午後11時まで、受付は午後10時半まで。品川区子ども夜間救急室旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階、電話は 3784-8181 番。こちら外傷は対応できません。なお12月29日水曜日から31日金曜日は休診となります。休日の昼間と夜間です。診療時間は午前9時から午後10時まで、受付は午後9時まで。12月26日日曜日、29日水曜日、30日木曜日、31日金曜日、内科と小児科は品川区医師会休日診療所、予約制です。北品川 3-7-25、 電話 3450-7650 番。荏原医師会休日診療所、予約制です。中延 2-6-5、 電話 3783-2355 番。薬局は海栄薬局品川、北品川 3-11-16、 電話 3471-2383 番。荏原休日応急薬局中延 2-4-2、 電話 6909-7111 番。休日の昼間です。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半まで。12月26日日曜日、内科と小児科は岩畑医院、大井 1-55-14、 電話 3775-1551 番。歯科は
古谷歯科医院大井 2-12-1 電話 6303-8267 番、島本歯科医院中延 3-10-8 電話 6426-9249 番。接骨はケアステーション新旧整骨院大井 1-45-4 電話 3771-2727 番。昭和通り接骨院西中延 2-9-13 電話 3788-7470 番。12月29日日曜日です。内科と小児科金城医院西大井 4-2-5 電話 3772-1660 番。歯科です。大井町駅前歯科クリニック大井 1-23-4 電話 6809-9961 番。松本歯科医院中延 5-5-3 電話 3781-1148 番。接骨です。品川接骨院南品川 4-17-8 電話 3458-1993 番。聖堂館清水接骨院小山 3-15-1 電話 3783-0685 番。休日昼間の応急診療所をご案内しています。12月30日木曜日、内科と小児科折敷満クリニック東大井 2-19-11 電話 5762-2789 番。歯科は大井町フラミンゴ歯科大井 1-50-5 電話 3777-4618 番。唐島歯科医院小山 5-8-20 電話 3781-2627 番。接骨です。飯塚接骨院南大井 4-11-6 電話 3763-3270 番。上条接骨院双葉 2-8-9 電話 3786-7949 番。12月31日金曜日です。内科と小児科藤井クリニック西大井 4-15-4 電話 5718-1417 番。歯科です。伊藤歯科医院大井 6-1-14 電話 3777-8241 番。清水坂歯科医院戸越 2-1-20 電話 3783-2200 番。接骨です。目黒整骨院上大崎 2-15-5 電話 3444-7796 番。工藤総合接骨院小山 4-7-2 電話 3785-7844 番。土曜日の夜間です。午後5時から午後10時まで、受付は午後9時まで。12月25日土曜日、小児科品川区子ども夜間救急室畑野台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階電話 3784-8181 番。こちら外傷は対応できません。なお重病の方は119番もご利用ください。また受付時間にご注意ください。代わって眼科救急の応急診療です。東邦大学医療センター大森病院大田区大森西 6-11-1 電話 3762-4151 番。こちらは日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日です。昭和大学病院附属東病院西中延 2-14-19 電話 3784-8383 番。こちらは日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、祝日です。荏原病院大田区東雪ヶ谷 4-5-10 電話 5734-8000 番。こちらは祝日を含みます木曜日です。眼科救急の応急診療、日曜日祝日は午前9時から翌日の午前8時まで、月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで、土曜日は正午から翌日の午前8時までになります。緊急手術や重症患者対応の時は診療をお待ちいただくか、他の病院を紹介する場合があります。
今度は医療機関の24時間案内です。東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303 番、ファックスは 5285-8080 番。救急相談センター、救急車を呼ぶのに迷った時、電話番号は#7119 番、 IP 電話などからは 3212-2323 番です。お子さんの急な病気に困ったら小児救急電話相談もご利用ください。電話番号は#8000 番、 IP 電話などからは 5285-8898 番。月曜日から金曜日の午後6時から翌日の午前8時まで、土曜日日曜日祝日年末年始は午前8時から翌日の午前8時までになります。以上、応急診療所のご案内でした。続いて年末年始の区の窓口施設案内です。12月29日水曜日から1月3日月曜日、区の施設はお休みになります。夜間休日受付、年中無休です。取扱業務は出生、死亡、婚姻、離婚などの届け出書の受付、マイ火葬許可証の交付、緊急を要するものの処理と連絡です。場所、お問い合わせ先、区役所第二庁舎2階夜間休日受付。電話番号は代表で 3777-1111 番です。続いて各施設ごとにご案内してまいります。区役所行政サービスコーナー、地域センター、保健センター、子ども家庭支援センター、文化センター、区民集会所、コミュニティプラザヤシオ、体育館、スポーツ協会、公園運動施設、公園運動施設予約センター、健康センター、品川産業支援交流施設、心身障害者福祉会館、児童センター、品川歴史館、消費者センター、教育総合支援センター、障害児者総合支援施設、品館プラザ、品川観光協会、品川防災体験館、環境情報活動センター、就業センター、リサイクルショップリボン。以上の施設、12月28日火曜日は開館します。29日水曜日から1月3日月曜日お休みで、1月4日火曜日は開館します。ただし、消費者センターの消費者電話相談、12月28日火曜日については午後4時まで受け付けます。コンビニエンスストア証明書交付サービス、12月28日平常通り利用できます。29日から1月3日はお休みで、1月4日は平常通り利用できます。中小企業センター、武蔵小山創業支援センター、12月28日一部開館、午前午後開館。29日から1月3日はお休みで、1月4日一部開館、午前午後開館です。悠々プラザ、12月28日一部開館します。東品川は入浴があります。平塚橋は入浴はありません。29日から1月3日はお休みです。1月4日一部開館、東品川は入浴はなしです。平塚橋は入浴ありです。シルバーセンター、目的外使用は通常通り利用できます。12月28日は一部開館、午前9時から正午まで入浴はありません。29日から1月3日はお休みで、1月4日は開館します。キュリアンスクエアエバラ、12月28日は一部開館、受付のみ、午前9時から午後5時、29日から1月3日はお休みで、1月4日一部開館、受付のみで午前9時から午後5時です。メープルセンター、12月28日一部開館します。午前9時から午後4時、29日から1月3日はお休みで、
1月4日は一部開館、午前9時から午後4時です。戸越台中学校温水プール一般開放、12月28日お休みになります。そして29日から1月3日もお休みで、1月4日は一部開館、午後3時半から8時50分2コマになります。法要の森学園温水プール一般開放、12月28日この日は開館します。29日から1月4日までお休みになります。八潮学園温水プール一般開放、12月28日一部開館します。午前9時半から午後0時50分、29日から1月4日までお休みになります。品川学園温水プール一般開放、12月28日は一部開館します。午後6時半から8時50分、29日から1月3日はお休み、1月4日は開館します。日野学園温水プール一般開放、こちらは12月28日から1月4日までお休みになります。次は図書館大崎駅西口図書取次施設、武蔵小山図書取次施設、12月28日は開館します。29日から1月3日はお休みですが、一部開館します。29日30日は品川荏原大井大崎図書館のみ、午後5時まで開館、それ以外は休館です。1月4日は開館します。なお、インターネット蔵書検索予約サービスは1月3日月曜日午前9時から午後5時、システムメンテナンスのため停止します。そしてブックポストについては各館年末最終日の午後5時まで、年始は1月4日火曜日午前9時から利用できます。年末年始の施設予約サービスのご案内です。インターネットによる施設予約サービスは通常通り利用できます。お問い合わせは情報推進課情報推進担当へどうぞ。電話 5742-6618 番、ファックスは 5742-7164 番です。そして次の期間の空き予約の方法です。公園運動施設、テニスコート、野球場など、1月28日金曜日から2月3日木曜日利用分の空き予約は、12月28日火曜日午前9時から公園運動施設予約センターへどうぞ。テニス、電話番号 3447-6366 番、テニス以外は 5791-3553 番、こちらへ申し込んでください。体育館です。2月28日月曜日から3月3日木曜日利用分の空き予約は、12月28日火曜日午前9時から直接利用する体育館へ申し込んでください。お問い合わせはスポーツ推進課地域スポーツ推進係、電話 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番です。代わって年末年始のゴミ資源収集スケジュールです。ゴミの量や道路事情により収集時間が通常の時と異なる場合がありますので、収集日の午前8時までにお出しください。早朝収集地区は午前7時半までに必ずお出しください。いずれも12月31日金曜日から1月3日月曜日、収集はお休みになります。まず燃やすゴミ、月曜日木曜日地区、12月最終の収集日は30日木曜日、1月最初の収集日は6日木曜日。燃やすゴミの火曜日金曜日地区です。12月最終収集日28日火曜日、1月最初は4日火曜日です。水曜日土曜日地区です。12月最終は29日水曜日、1月最初は5日水曜日、月曜日水曜日金曜日地区です。12月最終は29日水曜日、1月最初は5日水曜日です。火曜日木曜日土曜日地区です。
12月最終は30日木曜日、1月最初は4日火曜日です。次は資源です。月曜備蓄、12月最終は27日月曜日、1月最初は10日祝日。火曜備蓄、12月最終は28日火曜日、1月最初は1月4日火曜日です。水曜備蓄です。12月最終は29日水曜日、1月最初は5日水曜日。木曜備蓄です。12月最終は30日木曜日、1月最初は6日木曜日。金曜備蓄、12月最終は24日金曜日、1月最初は7日金曜日。土曜備蓄です。12月最終は25日土曜日、1月最初は8日土曜日です。続いて、陶器、ガラス、金属ごみです。まず、第1、第3収集地区です。月曜備蓄、12月最終は20日月曜日、この日で終了しています。1月初めは17日月曜日です。火曜備蓄、12月最終21日火曜日で終了しています。1月初めは4日火曜日です。水曜備蓄、12月最終は15日水曜日で終了しています。1月初めは5日水曜日です。木曜備蓄です。12月最終16日木曜日で終了しています。1月初めは6日木曜日。金曜備蓄、12月最終17日金曜日で終了しています。1月初めは7日金曜日。土曜備蓄、12月最終は18日土曜日で終了しています。1月初めは15日土曜日です。陶器、ガラス、金属ごみ、第2、第4収集地区です。月曜備蓄、12月最終は27日月曜日、1月初めは10日祝日。火曜備蓄、12月最終は28日火曜日、1月初めは11日火曜日。水曜備蓄、12月最終は22日水曜日、1月初めは12日水曜日。木曜備蓄、12月最終は23日木曜日、1月初めは13日木曜日。金曜備蓄、12月最終は24日金曜日、1月初めは14日金曜日。土曜備蓄、12月最終は25日土曜日、1月初めは8日土曜日です。12月30日木曜日までゴミ資源の収集は曜日通り行います。分別されていないゴミ資源は収集できません。年末最終のゴミ資源収集が終わったら、年始の決められた収集日までゴミ資源も出さないでください。カセットボンベの処分方法についてお伝えします。間違った出し方をすると、車両火災など重大な事故につながる場合があります。処分する際には次のことを守って事故の防止にご協力ください。なお、穴は開けないでください。中身を使い切って出す。振ってシャカシャカ音がするときは使い切っていません。他の陶器、ガラス、金属ゴミとは別の袋に入れ、カセットボンベと表示して出してください。やむを得ず中身が入った状態で出すときは、必ず中身入りと表示して出してください。消臭剤やヘアスプレーなどのスプレー缶、使い捨てライターも同様にお願いします。お問い合わせ、品川区清掃事務所品川庁舎、電話 3490-7051 番、ファックスは 3490-7041 番、荏原庁舎、電話 3786-6552 番、ファックス 3783-5780 番です。年末年始の区の窓口、施設案内でした。品川情報プラザ講座催しです。令和4年、お正月本の福袋。お正月恒例の本の福袋で、これまで出会ったことのない本を借りてみませんか。1月4日火曜日午前9時から、なくなり次第終了になります。場所は区立図書館大崎駅西口図書取次施設。なお、武蔵小山図書取次施設、大井町サービスコーナー、
品川区目黒サービスコーナーでは実施しません。お問い合わせは品川図書館へどうぞ。電話 3471-4667 番、ファックスは 3740-4014 番です。明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展のご案内です。令和3年度明るい選挙啓発ポスターコンクールの入賞作品を展示します。期間は1月4日火曜日から13日木曜日、時間は午前8時半から午後5時です。火曜日は午後7時まで、8日土曜日、10日祝日を除きます。場所は区役所本庁舎第2庁舎3階渡り廊下です。お問い合わせは選挙管理委員会事務局へどうぞ。電話 5742-6845 番、ファックスは 5742-6894 番です。八潮図書館八潮演芸座落語会、1月29日土曜日午後1時半から3時半まで行います。場所は八潮 5-10-27 八潮区民集会所、定員は先着で30名です。お申し込み12月21日火曜日から受け付けます。電話または直接八潮図書館へどうぞ。八潮 5-10-27 にあります。電話番号は 3799-1414 番、ファックスは 3790-3442 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。なお、お申し込みの受付午前9時からになります。次は五反田文化センター1月のプラネタリウム、土曜日、日曜日、祝日などに開催しています。詳しいことはホームページをご覧いただくか直接お問い合わせください。ホームページのアドレスは shinaga-gotanda-planetarium.com/ です。内容を5つご案内してまいります。1、ヒーリングプラネタリウム、こちらは1月7日金曜日午後7時から。対象は4歳以上の方、定員は先着で86名です。入場料として200円必要です。4歳から中学生は50円です。2、お昼のくつろぎプラネタリウム、水曜日と木曜日午後0時35分から0時50分です。3、特別投影林幹事の星空散歩、こちらは1月15日土曜日午後3時半から5時、対象は小学生以上の方、定員は先着で86名です。こちら参加費用300円、小中学生は100円です。4、天体観望会スバルプレアデス星団、1月28日金曜日午後6時半から8時まで行います。講師は品川星の会の宮坂紀義、中野星の会の松谷健氏です。対象は小学4年生以上の方、定員は抽選で20名です。5、天文講演会歌に読まれた星と月ナンバー2、2月5日土曜日午後3時半から5時まで行います。講師は天体写真家の林幹事氏、対象は小学生以上の方、先着で86名です。参加費用は300円、小中学生は100円です。ご案内しました。場所、お申し込み、お問い合わせ先です。1のヒーリングプラネタリウム、2のお昼のくつろぎプラネタリウム、こちらは五反田文化センターです。当日文化センターの方へ直接お越しください。そして3の特別投影林幹事の星空散歩、そして5の天文講演会、こちらは12月21日火曜日午前10時から受付をスタートします。電話で五反田文化センターへどうぞ。そして
4の天体観望会スバル、こちらは1月18日火曜日必着で申し込んでください。申し込む際は往復はがきでお願いします。はがき1枚で4名まで申し込めます。はがきにはイベント名、住所、電話番号、参加者全員の振り仮名をつけた氏名、年齢、小学生は学年以上を明記してください。申し込み先は郵便番号 141-0031 西五反田 6-5-1 五反田文化センター、電話番号は 3492-2451 番、ファックスは 3492-7551 番です。なお1のヒーリングプラネタリウム、そして4の天体観望会は小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。また定員に満たない場合、4の天体観望会は1月20日木曜日午前10時から電話で受け付けます。先着順です。変わりまして、環境学習講座、おいしいお茶の入れ方を学びましょう。伊藤園ティーテイスターの竹内純一郎氏からのお話です。企業の環境への取り組みについてもご紹介します。1月22日土曜日午後1時半から3時半まで。場所はヤシオ 5-9-11 コミュニティプラザヤシオ。定員は抽選で20名です。持ち物はエコバッグです。申し込み方法です。1月5日水曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきに講座名、参加者全員の住所、氏名、電話番号を明記してください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-0003 ヤシオ 5-9-11 環境情報活動センター。こちら電話ファックス同じ番号で 5755-2200 番です。なお環境情報活動センターのホームページからも申し込めます。アドレスは shinagawa-eco.jp/ です。以上、品川情報プラザ講座催しでした。今度はリサイクルゴミコーナーです。拠点回収にご協力ください。古着、古布、配色用油、不要園芸の小型家電、携帯電話、スマートフォンなど。拠点回収は1月8日土曜日、22日土曜日午前10時から正午まで、小学校など31箇所で行います。小学校は台場、三次、第一日野、第三日野、後ろ寺、小山、第二円山、大原、鈴ヶ森、浅間台、慶応、城南第二、立ち合い、旗野台、大井第一、円山、宮前、大水、伊東、源氏前、小山台、以上の各小学校、そして日野、伊東、法要の森学園、地域センター。地域センターは品川第一、大崎第一、大井第二、大井第三、八潮の各地域センター、このほか区役所、品川区清掃事務所で拠点回収を行います。雨でも行います。回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為はおやめください。時間外に学校などでのお預かりもできません。リサイクル情報誌くるくる1日に発行しています。譲りたいもの、譲ってほしいものを紹介しています。区の施設などに置いてあります。2月号の掲載は1月20日木曜日までに電話またはファックスでお申し込みください。リサイクルショップリボン、18歳以上の方はどなたでも出品できます。ご希望の方は電話か店頭で予約してください。出品の時は住所、年齢の確認できるものが必要です。手数料は出品1点につき100円、家具は300円から500円です。販売実費として
売上の 42% をいただきます。不用品交換情報ボードは無料です。また来店の時には買い物袋をお持ちください。営業時間の変更や休業する場合があります。詳しいことは区のホームページなどでご確認ください。リサイクルショップリボンは大井町店と旗の台店があります。大井町店は広町 2-1-36 第三庁舎2階、電話番号は 5742-6933 番、ファックスは 5742-6945 番です。営業時間は午前10時から午後5時、定休日は土曜日。取扱商品は家具、インテリア用品、贈答品など。なお家具などご自分で持ち込みできない方には運送業者をご紹介します。運送料は有料です。1月は家具の在庫セール販売を行います。そして旗の台店は旗の台 5-13-9 旗の台駅南口で下車してください。電話番号は 5498-7803 番、ファックスは 5498-7804 番です。営業時間は午前11時から午後6時、定休日は水曜日です。取扱商品は衣服など日用品です。リサイクルショップリボン閉店のお知らせです。リサイクルショップリボン大井町店、旗の台店は2月28日月曜日をもって閉店することになりました。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。閉店日は2月28日月曜日。委託品の出品受付終了日は12月25日土曜日です。出品予約は枠が埋まり次第終了となります。商品販売委託品の生産受付終了日は2月28日月曜日です。未生産品がある方や出品予定の方は早めの生産にご協力お願いします。次に、令和4年版ゴミリサイクルカレンダーを地域センター、図書館、文化センター、シルバーセンター、児童センターなどの区の施設で配布中です。使用済みインクカートリッジの回収、区役所、地域センターなど26カ所で回収しています。ただし、トナーカートリッジは対象外になります。携帯電話などの小型家電は区役所、体育館、品川図書館など6カ所でも回収しています。注射針は区では収集しません。使用済み注射針回収薬局の看板のある薬局へ持参するか、処方された医療機関に返却してください。釣り針やルアーなどは資源として収集できません。缶、ペットボトルなどの資源ごみに釣り針やルアーなどが混ざっていることが増えています。資源ごみと一緒に出すのは絶対におやめください。以上、この項目に関するお問い合わせは郵便番号 141-0032 大崎 1-14-1 品川区清掃事務所へどうぞ。電話番号は 3490-7098 番、ファックスは 3490-7041 番です。リサイクルゴミコーナーでした。おしまいはエンジョイスポーツです。総合体育館トレーニング室1月の特別プログラム、1月10日祝日、総合体育館で行います。午前9時半から10時半までは優しいヨーガ、10時45分から11時45分までは脂肪燃焼ステップ&筋トレ、こちら上履きが必要です。正午から午後1時まではボディバランス、姿勢調整、1時15分から2時15分までは初めてのヨーガ、
2時半から3時半までは大人バレー、入門から初級です。対象は16歳以上の方、定員は先着でそれぞれ12名です。参加費用は1種目400円です。運動できる服装で参加してください。またタオル、飲み物をお持ちください。申し込み方法です。1月4日火曜日から9日日曜日の間、午前10時から午後8時の間に電話でスポーツ協会までお願いします。お問い合わせもスポーツ協会へどうぞ。次は薙刀ジュニア一般初心者教室、日程は2月7日から3月28日の間の月曜日、全部で6回。時間は小中学生が午後6時半から7時半、高校生以上は午後7時から8時半です。場所は総合体育館です。定員です。高校生以上15名、小中学生10名で抽選になります。参加費用は4500円、小中学生は2200円です。保険料を含んでの金額です。男性も参加できます。薙刀は無料で貸し出します。主催は品川区薙刀連盟です。申し込み方法です。1月14日金曜日必着で、往復はがきまたはファックスでお願いします。申し込む際は、教室名、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、学年、学年は小中学生の場合書いてください。そして電話番号を明記し、スポーツ協会へ申し込んでください。お問い合わせもスポーツ協会です。第49回レディース卓球大会、2月20日日曜日午前9時半から戸越体育館で行います。種目は1から8まであります。シングルス1は49歳以下、2、50歳以上、3、初級、4、60歳以上、5、70歳以上。ダブルス合計年齢で6、119歳以下、7、120歳以上、8、初級女子ダブルス。なお年齢は令和4年4月1日現在です。対象は区内在住、在勤、在学の方、連盟登録者。なお、参加者の少ない種目は他の種目と統合する場合があります。シングルスとダブルスの重複に限り1人2種目参加できます。参加費用です。シングルスは1200円、連盟登録者は900円。ダブルスは1人1000円、連盟登録者1人800円です。主催は品川区卓球連盟です。申し込み方法です。1月25日火曜日までに費用をもってスポーツ協会へお越しください。1月17日月曜日を除きます。お問い合わせもスポーツ協会へどうぞ。第2回バスケットボール大会、日程は1月30日日曜日、2月5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、19日土曜日、26日土曜日です。場所は総合体育館と戸越体育館です。種目です。男子2部制、そして女子の部。試合方法はトーナメント戦です。参加費用は1チーム8000円です。なお、3年度連盟未登録チームは別に年間登録費として5000円が必要です。主催は品川区バスケットボール連盟。申し込み方法など詳しいことは品川区バスケットボール連盟ホームページをご確認ください。お問い合わせは品川区バスケットボール連盟事務局。こちら、メールは shinagawabaskeball@gmail.com です。またお問い合わせ、スポーツ協会へどうぞ。新春バドミントン教室。
1月15日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、午後1時から5時まで行います。定員はそれぞれの日60名です。小学生以下は保護者同伴でお願いします。参加費用は1回1000円、高校生は500円、中学生以下は300円です。主催は品川区バドミントン協会。参加方法です。当日、ラケット、上履き、費用をお持ちの上、会場の戸越体育館へお越しください。お問い合わせはスポーツ協会へどうぞ。クラブカップ公式テニス男子。2月13日日曜日、午前8時45分受付。3月27日日曜日、準決勝と決勝を行います。予備日は3月20日日曜日です。場所は勝島 3-2 品川区民公園、八潮 1-3 八潮北公園です。会場は選べません。試合方法です。男子シングルス2本、男子ダブルス3本のトーナメント戦、8人編成。対象は区内在住か在勤の方、連盟登録者。先着で20チームです。参加費用は1チーム1万6000円、連盟登録チームは1万2000円です。主催は品川区テニス連盟。申し込み方法です。1月21日金曜日までに費用をもってスポーツ協会へお越しください。1月17日月曜日を除きます。お問い合わせもスポーツ協会へどうぞ。障害者との交流スポーツ教室、ボッチャをしよう。日程は2月5日から3月12日の間の土曜日、午後2時から3時半、全部で5回、2月26日土曜日を除きます。対象は16歳以上の肢体不自由者と健常者、定員は抽選で20名です。参加費用は保険料として150円です。申し込み方法です。1月14日金曜日必着で往復はがきまたはファックスでお願いします。教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、ファックス番号、障害の程度を明記してください。場所、お申し込み、お問い合わせ先、戸越体育館です。陸上競技初心者審判講習会、2月19日土曜日午後2時から総合体育館で行います。対象は区内在住か在勤で大会などで役員として協力できる18歳以上の方。参加費は1000円です。主催は品川区陸上競技協会。申し込み方法です。1月20日木曜日必着で、はがきまたはファックスでお願いします。申し込む際は講習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、ファックス番号、簡単なスポーツ歴を明記してください。お申し込み、お問い合わせ先、スポーツ協会です。金ボールスポーツ体験会、1月23日日曜日午後2時から4時まで行います。午後1時半受付です。場所は東五反田 2-11-1 日野学園です。参加費は100円です。運動できる服で参加してください。また上履き、タオル、飲み物をお持ちください。運営は品川区スポーツ推進委員会です。申し込み方法です。1月14日金曜日必着でお願いします。体験会名、住所、氏名、年齢をお知らせください。お申し込み、お問い合わせ先は品川区スポーツ推進委員会。こちらへ、メールしてください。宛先は KINBALL 数字で2022@gmail.com。 申し込み方法、またはスポーツ推進課地域センターなどで配布します申し込み書をスポーツ推進課地域スポーツ推進係へ郵送、ファックス、あるいは直接お持ちください。
住所は郵便番号 140-8715 品川区役所第二庁舎6階スポーツ推進課地域スポーツ推進係です。電話番号は 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。なお感染症対策を行います。詳しいことは区のホームページをご覧ください。スポクラウォーキング大会、1月9日日曜日に行います。午前9時から正午まで、ゴール最終受付です。コースです。品川中央公園を出発し、大井蔵王権現神社、東光寺、養玉院如来寺、上神明天祖神社、法蓮寺、麻耶寺、小山八幡神社、そして荏原南公園と回ります。およそ6キロの行程です。小雨の場合行います。参加費用は100円。当日午前9時から9時半に費用をお持ちの上、直接区役所前の品川中央公園へお越しください。お問い合わせはスポクラ品川事務局、電話番号は 090-2733-5921 番、またはスポーツ推進課地域スポーツ推進係、電話 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番です。品川2020スポーツ大使退任式観覧車募集のご案内です。3大使によるトークセッションがあります。品川2020スポーツ大使である大前光一さん、伊藤花江さん、川村亮さんの退任式を開催します。1月29日土曜日午前11時から正午、場所は第三庁舎6階の区役所講堂です。対象は区内在住在勤在学の方、定員は抽選で40名です。申し込み方法です。1月7日金曜日必着で、はがきでお願いします。住所、氏名、年齢、電話番号、 E メールアドレスを明記してください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-8715 品川区役所オリンピック・パラリンピック準備課、電話番号は 5742-9109 番、ファックスは 5742-6585 番です。エンジョイスポーツでした。今回の内容はこれでおしまいです。いかがでしたでしょうか。今年最後の声の候補、お役に立った情報はありましたか。アナウンス担当は山室舞と飯島正幸でした。ではちょっと早いですけれども、皆さん良いお年をお迎えください。